こんにちは、クリッカークランです。駐車場でのアクセルとブレーキのペダル踏み間違いによる事故が社会問題となっています。そこで国が推奨する自動車安全コンセプトとしてサポカー、セーフティーサポートカーの略称を提唱しています。サポカーはいわゆる衝突被害軽減ブレーキを装備している車を指しますが、その上位機能を示すサポカー S という表示は、高齢運転者をはじめとして対策が求められているペダル踏み間違い事故を防ぐための先進安全装備を備えた車に与えられています。こうした先進安全装備は新型車が続々と採用していますが、その一方で従来からの保有車は放っておかれているのが現状です。そこでトヨタは旧型車に対して踏み間違い加速抑制システムを開発しました。システムを構成するのは、前後バンパーに装着する超音波ソナーセンサーと、アクセルから足を離すように表示と音で指示を出す表示器といったアイテム。前後3メートルに障害物がある状態でアクセルを踏み込むと、アクセルからの信号をキャンセルすることで加速を抑制します。自動的にブレーキをかける機能はないので、停止するためにはブレーキペダルを踏む必要がありますが、かなり明確に表示してくれるので足を離すことが期待されますから、少なくとも被害を軽減することはできるでしょう。また後退時には約時速 5km 以上になってもアクセルを踏み続けていると加速抑制機能が働きます。車種専用設計として開発される踏み間違い加速抑制システムは、ひとまず仙台プリウス30型とトヨタセーフティセンスが設定される以前のアクア、2011年12月26日から2018年4月2日に販売されたモデルの2車種に対応します。いずれも非常に多くの台数が売れていますから、このアイテムを装着することで事故を防止する効果が大きいはずです。踏み間違い加速抑制システムのメーカー希望小売価格は55,080円、消費税込み。取り付けには3時間から4時間を要するということですから、おおよその目安としての工賃は3万円前後となりそうです。実際の工賃は取り付け時にご確認ください。